はい、皆さんこんにちは、トン吉でございます。以前紹介したこちらのプレイステージ 15MSI 製のパソコンなんですけど、これクリエイターパソコンです。でグラフィックボードとかが載ってて非常に軽いパソコンになってるんですけど、前回この開封とかベンチマークを取った際に、できたら中のソフトなんかもね紹介してほしいよっていうようなコメントをいただきました。なので今日はちょっと簡単になるんですけど、中に入ってるソフトとかその辺お見せしていきたいと思います。じゃあ今日の動画行ってみましょう。はい、ではね具体的にお見せしていきたいと思います。このパソコン買ってまだほぼほぼね特段ソフトとかは入れてない状態です。これ見ていただくと分かるんですけど、 MSI って書かれてる製品がね複数あります。この辺がこのパソコンの独自のソフトウェアになります。このあたりですね、フォトディレクターというものがついてます。これね4MSI っていう風に書かれてるんですけど、実はこのソフトウェアっていうのがサイバーリンクっていう会社が作っているソフトで、動画編集ソフト、あとは音声編集ソフト、あと写真管理ソフトになってます。これね実はこの MSI のゲーミングパソコンを買った人に特典でね実はついてくるんですよ。具体的には12月の31日までに購入した人が対象で、この MSI の商品を登録、そしてキャンペーンページより応募するとダウンロードできるという風になってます。なので改めて動画編集ソフトとか音声編集ソフトとかを準備しなくても、ちゃんと登録さえすればこちらのパソコンを買えばね使えるようになっております。これ結構お得かもしれないですね。僕はちょっとね別のソフトを使ってるので今回は使わないですけど、特典としてはかなり大きいのかなと思います。多分この P シリーズっていうのがプレステージ15インチ14インチが対象になってるんだと思いますね。ということで、このこちらのプロダイレクト、フォトディレクターとかパワーディレクターでなんとかディレクターシリーズっていうのはちょっとねまだ登録してないので省略させていただきます。必要な方は使えるよって感じですね。そして MSI 製品のソフトに行きたいと思います。一番メインで使うのはこちらクリエイターセンターって言われているこのソフトになります。これ何かと言いますと、このクリエイターパソコンの性能をコントロールするソフトウェアになってます。前回のベンチマークの動画でもちょっとお見せしたんですけど、このソフトウェアを返すことで高性能モードだったりバランスモードだったりサイレントモードだったりスーパーバッテリーモードだったりという風にこのパソコンの稼働状況を変更することができます。高性能はグラフィックスも CPU もフルに使う状態のモードです。バランスというのは、性能も見ながらバッテリーもある程度維持できるようにやっていくモード。で、そしてサイレントは静かに作業するやつですね。で、スーパーバッテリーっていうのは一番ね最長にこのパソコンを使うことができるようなモードになってます。この4つあるんですけど、それぞれ選択した状態で性能、スポーツ、コンフォート、エコーってあるんですけど、これをね自分でチョイスすることができます。それ以外にもファンのコントロールっていうのもあって、性能を最大限に引き出すためにはこのクールブーストっていう、ファン全開モードですね、これをオンにしたりとか、自動にしたりとか、そういうことを選ぶことができます。そしてここの部分変更した場合はこれを保存すれば、この自分が作ったモードっていうのがこのパソコンで保存されていきます。もし何かを変えてしまって元にデフォルト状態に戻したい場合は、この規定というところを押すことで一番最初のモードに戻すことができます。ここがねメインのところになると思うんですけど、あと付随的なものとしてパネルの輝度、あとキーボードの輝度っていうのがあります。このパネルの輝度っていうところはこんな感じでね、普段使う時のパネルの輝度を調整することができます。あとはキーボードの輝度っていうところですけど、ここも同じようにこれを上げることでキーボードのここ変わってると思うんですけど、この輝度がね変わります。なので暗いところで使うっていう時は強くしてっていうふうにもできます。もちろんね、このモードを設定した後、オンにした後にキーボードをオンにしたりっていうのもできますので、デフォルトモードどうするかっていう設定をここですることができます。で、今ね、メインのところということでこっちをお話ししたんですけど、左側に行きまして、ここ DPI っていうドットパーインチですね。ディスプレイに映す大きさどうするかとか、あとはですね、色味ですね。こうやって青色のブルーライトを軽減したりとか、デザイナーモードとか、これはね、明るくしてはっきりと色合いを見せる。あとオフィスモード、動画モードと。いう風な感じで選べます。こんな感じでね、細かな設定がいろいろできるところがあります。ウェブカムをオンオフにしたり、通常ね Windows キーを押すと押します。
パッとこういう風な感じでね画面が出るんですけど、このスイッチをねプッと押すとね Windows キーを押しても何も出なくなります。これファンクションキーと Windows キーが入れ替わるんですね。でこれファンクションキーを押すと先ほどのこの画面が出ますよね。でこれもねゲームとか自分の操作のしやすさで切り替えられるようになってます。この Windows キーはオフにすることでもうね全くこれ機能しなくすることもできます。こんな感じでねいろいろ細かな設定ができますよって感じです。まあ、この他にもこのクリエイターセンターっていうのはクリエイターモードをオンにするアプリケーションですね。今すでに入っているフォトダイレクトシリーズとかその辺があったり、あとはこういうアフターエフェクトとかアドビ製品とかを使うときにはクリエイターモードってより高速に動くように設定したりっていうのもできます。あとはねこの CPU の管理、今何パーセント稼働してるよとか GPU 何パーセント稼働してるよとかいうのもこんな感じの画面でね見ることができます。ちなみに CPU はねクリック、詳細をクリックするとこんな感じで温度もね表示されます。 GPU はこんな感じ。メモリーはねメモリーを開放してあげるとかっていうこともできます。ディスクはディスクのクリーンアップもできますね。今こちらを説明したの次、MSI ドライバー&アップセンターっていうところ行きますね。でこのアプリケーションは何かと言いますと、このパソコン中に MSI 製品のユーティリティアプリとか、あとはドライバー関係どういうのがありますよっていうのをお知らせしてくれるものです。で今インストールしているものがバージョンいくつで、新しいバージョンとしてこういうものがありますよっていうのを提案してくれるものですね。なのでまあ自分が欲しいものがある場合にはこちらのダウンロードっていうところからクリックしてインストールしてあげれば最新のドライバーになると、自分で探さなくても勝手にこのアプリケーション経由でドライバー関係を入れてくれるっていうようなアプリケーションです。今度こちら戻りまして、その下 MSI ヘルプデスク、こんな感じです。 FAQ とかあとは問い合わせとかそういうのもねまとめられてます。システム情報とかもあるんですけど、ちょっとお見せするとシリアルナンバーとか全部分かってしまうのでお見せできないですけど、こんなのもあります。あと重要なお知らせが入るとこちらにお知らせっていう形で届きます。これだけの機能です。そして次が MSI のリカバリーイメージバックアップですね。これはこのパソコンがクラッシュした時とか用にリカバリーディスクを作りましょうっていうアプリケーションですね。購入した後はねこれを使って CD もしくは USB に OS のバックアップドライブを作っておいた方がいいと思います。そして続きまして MSI のトゥルーカラーってやつですね。でこちらはですねこのパソコンのディスプレイの画面を管理するモードです。先ほどのこのクリエイターセンターのモードにあったここですね、この部分に該当するアプリケーションです。まあ、このクリエイターセンターでもコントロールできるし、こちらでもコントロールすることができるっていうような感じです。ゲーマーモード、あとはデザイナーモード、オフィス、動画という感じでね色味をね変えるような感じです。そして MSI のアプリケーション最後になると思うんですけど、ミュージックメーカージャムというアプリですね。こんな感じのアプリケーションで、どうもね Android とか iOS でアプリケーションがあるもので、音楽制作ソフトのようです。 iOS とか Android じゃなくて Windows でもこういう作業ができるよっていうね、これも自由に使えると思います。ちょっとね僕はあんまり音楽が得意じゃないので、中にあんまり細かく入ってもわからないんでここで止めたいと思います。本当ね今回 MSI 製品初めて買ったんですけど、もう本当ねこれぐらいしかメーカーのソフトは入ってなくて、あとは純正の Windows のアプリケーションぐらいしかないですね。非常にそういう点でも好感が持てると思います。はい、ということで今日はねこちらの MSI のクリエイターノート、プレステージ15に入っている内蔵アプリケーションについて皆さんにご紹介しました。でまだ本当にね全然アプリケーション入れてないんですけど、僕一応クリエイター用途としてはフリーソフトのGIMPですね、画像編集ソフト、あとは、ダヴィンチリゾルブっていう動画編集ソフトなんかもねこの中に入れて今のところ使っております。本当にねよく動いてくれる子だなと思ってますね。さっきのクリエイターセンターっていうアプリケーションでスーパーバッテリーにするともう全くファンの音がしなくなるんで、前回の動画で言ってた煩わしいなと思ってたファンの音も TPO に合わせてね自分が設定すれば自分に合った使い方ができるパソコンだと思います。ちょっと慣れるまでねその切り替えとかがめんどくさいかなと思うんですけど、まあ、慣れてしまえば結構自分の好きなように使えるパソコンですね。なんかちょうどレーザーっていうメーカーがね13インチぐらいで同じぐらいのスペックのものを出してきてて、そちらも気になってはいるんですけど、まあ今回せっかくこれ買ったんでねがっつり使ってね使い倒しまくりたいと思います。じゃあ今日の動画がね少しでもいいなと思った方はいいね評価、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあ次の動画でお会いしましょう。バイバイ。